前歯の部分矯正治療お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃあまあいくつか質問させてください。はい、でお名前を教えてください。尾形と申します。はい、ありがとうございます。年齢を教えてください。36になります。はい、ありがとうございます。前歯の部分矯正で実際にこう動かした期間を教えてください。で9ヶ月半ぐらいですぐらい上をやってましたよね。はい、でワイヤーで、はい、で そもそもこう前歯の部分矯正やろうって思ったきっかけみたいなのって何ですか？いつも写真を撮った時に、ここが1本こう下がってたので、そう引っ込んでましたもんね。影になってどうしてもちょっとこう抜けてるように、なるほど、スキッパっぽく見える、スキッパっぽく見えるのがどうしてもちょっと気になってて、あとこう全体的にもうちょっと印象良くしたいとかその辺があったんで、ちょっとやろうかな。はい、それいつ頃からこう気になってました？小学校、中学校。小学校って一回矯正やった方がいいって言われたんですけど、昔の矯正ってすごいこうギンギラギンだったんで、それが小学校で嫌で、親にこう嫌だって言って、そこからもう20歳ぐらいからずっとちょっと好きにはなったんですけど、なんかタイミングがなかったみたいな。そうですね、はい。で、いざこう、なんていうんですか、やったわけなんですけど、はい、そのどれぐらい前からこう調べ始めたというか、やっぱりやろうかな。やっぱりやろうかなは、ちょうど1年ぐらい前ですかね。うちに来る数ヶ月前ぐらい。そうですね、僕美容師なんですけど、自分の美容室をオープンするタイミングで、はい、もう全部変えちゃおうと思って、はい、それでやっぱこうオーナーとかになったら、その、ね、いろんな人と話をするから、そこはちょっとやっぱちゃんとしといた方がいいなと思って、そのタイミングでやり始めました。で最初はその矯正なんちゃらみたいな感じで調べ始めた。そうですね、なんかどっちかというと全部っていうよりはこの1本だけ下がってたんで、ここの部分矯正がしたいなと思って探してて、そしたらたまたまうち出てきて。そうですね、はい。でうちで相談の前になんか何件か行ったりとかしました？いや、特にしてないですね。うち来て、はい、でそのうちのその森デンタルクリニックでやろうって思った、前歯の部分矯正ここでいいかなって思った決め手みたいなのがあります？決め…なんかホームページ、の感じで感じ先生の笑顔が素敵だったとかあとまあ職場が僕表参道なんですぐ来れるっていうので、こう仕事の前に来れるとか、その辺でやろうです。で、それでまあうちでやってみようかなみたいな、はい、でスタートして、でまあそのスタートする前にこう不安だったことってあります？カウンセリングした時に、はい、一回ここが全体的にアーチが出すぎないとかなとか、その辺がちょっとだけ不安だったんですけど、まあそこもしっかりカウンセリングしてくれたんで、全然なくなりました。じゃあ実際こうスタートして、まあ終了して、はい、でその部分矯正をやる前とやった後で、この並び、はい、っていうのはこうどうですか？まあ、一番気になってた、下がってた部分は前に出て、あとそれ以外にこのアーチもすごい綺麗にしてくれたんで、なんか思ってる以上に綺麗にこう仕上がったかなって予想以上。そうですね、はい。じゃあその前歯の部分矯正やる前とやった後で気持ちの変化だったり、なんか生活の変化みたいなのってあります？結構接客業なんで、お客さんと話してる時とか、ちゃんとこう笑顔がしっかり出たりとか、その辺ですかね。あとやっぱ写真を撮る回数がやっぱ増えるというか、撮った時のやっぱ印象が前と全然違うので、ちょっとこう自信が持てるみたいな。どうですか、皆さんこう歯磨きしやすくなったとかっていう声多いんですけど。あ、そうですね、それは前は下がった部分ってやっぱりどうしても磨きにくいんで、あとホワイトニングとかしててもそこがどうしてもやっぱ黄色くなりやすかったんで、その辺もよくはなんだ。そうですね、はい。じゃあ前歯の部分矯正を、まあ、やりたいけどこう考え中の人、はい、なんかこう昔の自分みたいな方になんかメッセージみたいなお願いしです。やっぱやった後は絶対やってよかったと思えるから、こういうのってやっぱちょっと思い切りとかは必要だと思うんですけど、はい、もう絶対にやった方がいいかなっていうふうに思います、僕はやってて。
じゃあ、この前歯の部分矯正こう終わってみて、まあ、振り返って総合的に考えて、はい、前歯の部分矯正はやってよかったですか？あ、やってよかったですね。わかりました、はい、質問以上になります。はい、ありがとうございました。